1987年のジャイアンツ打線。1番ライト駒田典弘、2番ショート岡崎薫、3番センターウォーレン・クロマティ、4番サード原辰徳、5番レフト吉村貞明、6番セカンド篠塚俊夫、7番ファースト中畑清、8番キャッチャー山倉和弘。MVP の投票は接戦となりましたが、山倉が羽鳥をわずかに上回り受賞しました。外野手松本忠、内野手河野純喜。この年ジャイアンツから選ばれたベストナインとゴールデングラブ賞はご覧の通りです。